やっほー、皆さんおはようございます。よしお茶です。今宗行さんとね、なんだっけ、森藤さんがね話してますけど、今日はね WCS、デントコーンの WCS の今回はですね、あの薪の応援に来てます。前回は刈り取りの応援ですけど、今回は薪だけで、ね、来てます。ちょっとスペースがね限られるんですけど、ここに、今回はね、渡辺牧場さん、牧場の方が、収穫はその方がコーンハーベスターでやって、あ、ダメだ、開かないこれ、よいしょよいしょ、あ、当たった。さっき注意されたことがいきなり、よいしょ、収穫は渡辺さんがやって、本来バンカーに詰めるところだったんですけど、それをまあ詰めずに、祭壇型ベーラーに入れてロールにしようっていうね、今回は作業になります。片開きなんでね、ぶつかっちゃいます。注意が必要です。作業スペースもね狭いんで、なかなか大変です。なるべく下がらないと作業ができないですね。ここよし、もう少し向こうか。今のところ1杯か2杯しか空けるスペースがないですね。もうちょっとあそこ古いトウモロコシを買ってから、あの減らしてからやらないと厳しいかもしれません。もうちょっと下がりたいな。うわー、派手にぶっちゃかれましたね。いう感じですけど、いう感じになっておりますけど、どうでしょうか。よし、ね、作業性が違います。よいしょよいしょ、よっ、硬っ、硬っ、毎年ね、ここのバンカーに夏狩りを詰めて、で冬狩りを詰めて3期できたやつを、もっと遅いね、1月ぐらいに来て、ほじくり返して再ラップするっていう作業をやってるんですけど、今回はうちの作業が早く終わって、収穫が早く終わったので、夏狩りがこれで、秋狩り冬狩りのやつが、今ちょうどやってる最中にもラッピングしちゃおうということですね。こっちが、1個作業が省けるんで楽になります。はい、もともと夏が、次の夏が来ると、春か夏が来ると、最短が、バンカーの中のコーンが、まあ、腐っちゃうというか、腐るのが早くてね、食べるのが追いつかないんで、ラッピングを、再ラップっていうのを請け負ってやってたんですけど、今回はちょっといきなり、ラッピングできそうなんで、今回はそういう風にやってます。じゃあ補助の方に行ってきましょう。一旦バイバイ、よしお茶でした。